皆さんこんにちは、マンデルグリビジです。では今回は、ゲレンデ野望、ベリーハードチャレンジ、シャア総帥編、続きをプレイしていきたいと思います。地球降下作戦を始めていますので、今回もね、その続きからプレイをしていきたいと思います。すでに地球上ではですね、オデッサー、ここの攻略は完了していますので、残っている拠点に対して攻撃を仕掛けていっています。北京、ベルファスト、マドラス、このあたり攻略していきましょう。ドリントン基地も攻略完了してますね。では、時間を進めていきます。特別作戦で連邦降下の粛清、これを行っておきます。はい。直ちに捜索官を編成いたします。報告をお待ちください。で、落ちてしまった国際世論に対しては外交強化でリカバリーしておきましょう。了解しました。政府に外交施策の強化を打診します。ではベルファスト基地ですね、制圧していきたいと思います。これでまた地球上の拠点が一つ増えました。ここはサザビーのイリア、これがね本当に強いのと、キュベレーのハーマー、そして同じくキュベレーのララ、これが入っていたので楽勝でしたね。続いて激戦になっているのがキリマンジャロです。ここはですね、レズンのギラドーガ部隊しかいないので、連邦軍に対して、まあ、戦力的に、ね、有利っていう状況ではないので、まあ、苦戦が続いているという状態です。まあ、この苦戦をねなんとか乗り越えてレズンの部隊だけでここを制圧できると本当に大きな戦果につながると思うので、頑張っていきたいと思います。で、場合によってはですね、一部増援を送ってですね、攻略しなきゃいけないという事態も考えられますので、増援の準備もしておきたいと思います。諜報部より報告いたします。亡命した連邦政府高官をサイド6コロニーにて発見しました。しかし、モビルスーツを含む守備隊、連邦政府高官の亡命、これに対して対処していたものに関してですが、モビルスーツの守備隊が出ているという情報ですね。これ撃破するためにアルパージール残しておいたので、アルパージール投入して殲滅しておきたいと思います。最高フレームの研究継続すれば指南樹が手に入りますので、これを行っておきましょう。かつての反連邦組織メンバーが水面下で活動を開始した模様です。では現れた連邦のモビルスーツ隊サイド6ですね、アルパージルで選別しにかかりましょう。北米にも部隊を降下しましたので、もうこれで、降下していない大陸というのはなくなりました。北米がちょっとね、部隊的には敵の拠点が2つある割に少ないので、この後増援を送っていきたいと思います。インドマドラスにはブルーフロンタルのシナンジュ侵入してます。レウルーラ支援でつけてあります。まあ、敵の数多くないですし、生産は止まらないので、生産されたとしてもですね、シナンジュであれば全く問題ないと思いますので、短期でこのインドマドラスの攻略していきたいと思います。エネルギーは温存したいですね、できるだけで、ね、サイド6の反乱はアルパージールのマップ攻撃で完全に鎮圧しました。では地球侵攻作戦、地球降下作戦、地球制圧作戦、続きをやっていきましょう。北米ニューヨーク侵入してます。ここはですね、マリーダさんのクシャトリア連れてきてます。ちょっと間違ってしまったのがですね、ジャムルフィンを入れてるんですけど、ジャムルフィン自体はですね、まあ残念ながら地上では運用できないユニットなので、ちょっと遊ばて制定しまう形になるので、このニューヨーク取ったらですね、宇宙に送り返したいと思います。今度はマドラス基地ですね。ここはフロンタルが、まあ、ほぼ短期で制圧してくれたと言ってもいいと思うんですけども、攻略完了になります。
これでユーラシア大陸はですね、北京もマドラスもそしてオデッサも取ったという形です。激戦になっているのがここダカールに近いキリマンジャロですね。さすがにダカールに近いだけあってですね、連邦軍もモビルスーツの数が多く、まあかつですね、ここにいるクリスの乗ったニューガンダムがいたり、戦力的にも味方がですね、まあ残念ながらニュータイプを投入できなかったという事情もあって苦戦していました。まあただここにプルとプル2投入したので一気に戦線を有利に持っていければいいかなと思ってます。まずは始末したいのがですね、クリスのニューガンダムですね。これ始末しましょう。このままここに放置しておいてもいいことは全くありませんからね。そしてプルとプル2を進めて一気に敵を殲滅して回りたいと思います。ちなみにロベルトもね、出撃してますね。うん、ガンダム強い。クリスのニューガンダム落とせないな。これクリスのニューガンダムにはキューベレーぶつけるしかないかもしれないな。レズンが撃破されてしまう可能性がありますね。レズンはですね、マックス改造してあるので、当然落とされたくないユニットにはなってます。キュベレーとここ、チェーンとクリスか、リガズイとガンダム。危険だな。ここは確実に、アダムとアデルを倒す方向に舵を切りましょう。エネルギーが十分にある状態で、ニューガンダムには挑みたいかなと思いますね。サイド方向了解。ロンドベルが奇襲を企てているということですね。これどこだったかな、どこに奇襲来るかっていうのを注意しておかないと、ロンドベル隊の奇襲で大ダメージを受けてしまうので、どこに奇襲来るかっていうのは確認はしておきたいかなと思います。ロンドベル隊の奇襲攻撃来ましたね。ここはですね、クシャトリアがいるところなので、早く拠点を確保して、クシャトリアで敵を待ち受ける、食い止める、まあそういう戦い方をちょっとしたいと思います。まあ幸いだったのがクシャトリアがいるところでよかったなっていうところですかね。ニュータイプ研究所から報告します。サイコフレームの応用研究が終了しました。研究の成果は開発部へ回します。開発部の報告をお待ちください。これでシナンジュが開発できそうですね。報告します。旧反地球連邦組織の一部が連邦側へ回ったとの情報を得ました。中には強力なニュータイプ能力を持つ者も含まれているようです。ご注意ください。開発部よりシナンジュ、クシャトリア来ました。これで現在運用しているシナンジュとクシャトリアに加えてもう一機ずつですね、クシャトリアとシナンジュ手に入りますね。特にシナンジュは嬉しいですね。ではハワイですね、ここも制圧できました。もう残ってるのはキリマンジャロと北米だけになりましたね。順調に来てると思います。北米ニューヨークですけど、ここにブライトがいますね。レベルが19まで、上がってます。これが強敵ですかね。あとはケーラがいますね。レベル15です。アムロらしき機影はいないのが、まあ唯一の、まあ、救いなのかなというところですね。ニューガンダムのクリス撃破ようやくできましたね。ギレンのレズンの専用ギラ動画と、プルとプル2のキュベレで撃破しました。いやー、かなり強かったですね。総帥、先のロンドベル隊襲撃に関してですが、どうやら我が軍の機密情報が敵に漏れているようです。ロンドベルの奇襲はかなり苦戦しましたからね。
許可いたしますか。強行捜査、いやこれはやめておきましょう。今あまり士気が下がったりで、ね、国際世論が低下するようなことはちょっとやめておきたいと思います。ではロンドベルタ用を撃破したニューヤークですね、ここ制圧して攻略完了という形にしていきたいと思います。はい、ではですね、今回は地球制圧作戦あらかた完了しましたので、ここまでにさせていただいて、次回はですね、残っているキャリフォルニア、それと最後の拠点ダカールですね、ここの攻略をしていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。